なしは、時期から1928年10月24日は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍中将。貴族院議員、男爵。長州藩士、武術指南役、有り藤場の4、男として生まれ、同藩士、なしはケースの養子となる。小隊長として、母親戦争に出陣した。1871年、 鉄道局二等見習いとなり、測量し、三等大技制、内務七等族などを経て、1880年8月、海軍中尉に任官し、富士山艦乗組となる。筑波艦乗組、はじめ便、天竜艦、第二堤防艦、筑波艦、金剛の、核分隊長、金剛、筑波、桂木野の、核副長、海軍兵学校幹事長、 千代田副長などを経て、日清戦争には赤木艦長として出征し、さらに天木艦長となった。呉水雷大司令、海門、桂木の、金剛、秋津島、橋立、人園、高砂、常磐、初瀬の各艦長を歴任する。呉海兵団長を経て、1903年7月、海軍少将に進級。呉校、勤務部長、 常備艦隊司令官などを経て、日露戦争では、第一戦隊司令官として出征。旅巡航封鎖に従事中、帰餓の初瀬、八島の二戦艦が触来し沈没する被害を受けた。その後旅巡口鎮守府艦隊司令官に転じている。横須賀港、ストム部長、佐世保港、ストム部長、魔港洋港部司令官などを歴任。1907年3月、 海軍中将となり召喚会議議員に発令され、同年5月8日に退面となる。同年10月31日、予備役に編入された。1913年8月19日に、交尾役となる。1915年8月19日に退役した。1907年9月、男爵の爵位を受釈し家族となり、 1911年7月から1916年7月まで貴族院議員を務めた。ありがとうございます。